20万円あたりでね、まとめてくれたら嬉しいなと思うんですけれども。なるほど。できますか？やりましょう。配信する前提で、うん、今先ほどの初心、そうですね、先ほどの初心者よりも積極的に動画配信収録なんで、まあ、非常にね、ニュアンス的に難しいんですけど、おそらくオンライン講演で今後の事業展開をしていきたいとかね、うん、それのための技能向上っていう、その書き方だと思うんですけれども。で、あくまでフリーランスですもんね。そう、団体っていうよりかは、私が今まとめていただきたいのは、個人事業者向けっていうことですね。じゃあちょっとあれかな、さっきミュージシャンだったんだけど、はい、うん、今回はその演劇とか。お、優しいな。音楽家だけじゃなくても演劇にも、ちゃんと考えてもらってるっていうこと。そんな製品あるんですか、タスカムにも。それで演劇の、まあ、配信だったりとか、うん、演劇の映像制作みたいなところにちょっとフォーカスして考えてみていいですか。素晴らしい、お願いします。それでいきましょう。はいはい。お、ということで、ちょっと考えてみました。今日画面共有ドン。早いなぁ。よいしょ。はい、これおなんですけど、20万円で、まあ、17万円でちょっとね、17、6000円くらいで、うん、いい感じですね、まとめ方的には。まあ、ここも TX ストアの今日現在のね、販売価格で、まあ、参考価格で。なるほど、なるほど。で、まぁ、ちょっと、見ていきますね。一応ね、この上二つ、その演劇舞台の生配信を行うっていうところで、ちょっとフォーカスしてます。なるほどですね。モデル12ってやつなんですけど。はい。まあ、ここにね、舞台演劇のところにもね、あるんですけど。はい。モデルシリーズでのこの3機種あります。モデル12、モデル16、モデル24。まあ、細かい違いはあるんですけど、一番大きい違いは、まあ、入力できるマイクだったり、楽器だったりっていう数が、増えていきますよって感じですね。うん、12ちゃん、16ちゃん、24ちゃんっていう意味ですか？チャンネル数で。チャンネル数で言うと、若干違うんですけど、その、最終的な、なんていうのかな、メインフェーダーチャンネルとかも含めると12っていう感じになるので。うん、あ、そういうことか。はい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 。まあ、単純、まあそうですね、数が増えてくるっていうことも。うん、まあ、モデル12だと、マイクはね、一応8本刺さりますんで。はい。はい。まあ、演劇のとかで、まあ、小規模な演劇だと、はい。まあ、モデル12あれば、とりあえず大丈夫かなという思いのもと。なるほど、なるほど。はい、まあ、そんなマイクね、ミュージシャンみたいに刺したりしないでしょうからね。なんですよね。で、まあ、なんで演劇の方たちの、その配信にこういうミキサーがおすすめかというと、はい、これちょっと僕が作ったやつなんですけど、そう、若干、そのなんだろうな、これは本当音楽のライブ配信の例になってるんですけど、ちょっと分かりやすく考えてもらうと、パソコンがあります。はい。で、これモデル24ですけど、まあモデル12でも一緒なんですけどね。モデル12があります。うん、で、モデル12にまあマイク挿しておく。はい。で、そこでモデル12を使って音の調整をするんですね。うん、このマイクはこんぐらいの大きさ。この人はこんぐらいの大きさみたいな。で、調整して、なるほど、なるほど。USB ケーブルでパソコンにつなぐと。はい。そうすると、ここでまとめた音。が、パソコンに入っていくと。なるほど、なるほど。そんな感じになっていくので、で、その音をそのまま配信ソフトなりを使って配信していく。うん、インターネット配信していく。なるほど。っていうふうにね、やってもらうことができますので、はい、このモデルのミキサーっていうのも、配信っていうところに関しては非常に、使い勝手がいい製品になっていくかなというふうに思います。
じゃあもうパソコンに最終的に行くっていうところで言うと、割とその入力のね、いっぱい挿しても、もう最終的にパソコンから配信できるっていうところですよね。そうですね。そういう形になります。で、あと、あれかな、Bluetooth のね、入力がこれついてるんですよ。ああ。Bluetooth ってことは、線をつながなくていいってことでしょ？そうそう。ほんとね、パソコンに音入れるときは線は必要ですけど。はい。あ、この Bluetooth っていうのは、まぁ、ちょっとね、ちっちゃくて分かりづらいかもしれない。ここに Bluetooth っていうのがあるんですけど、うん、書いてますね。まあ、要は、うん、マイクとかケーブルを接続しないで、スマートフォンの、音声だったりを Bluetooth でモデル12に入力、入れ込むことができるんですね。おなんか例えば Bluetooth とかで iPhone、iPad とかつないでおいて BGM 出しだったりとか、うん、お芝居の時のなんか効果音、ポン出しだったりとかっていうのも、まあ、手軽にやってもらえるかなというふうに思います。なるほどね。またあれですね、今度ね、この初心者向け講座みたいなのもちょっとこうね、お聞きしたいところで、ね、やりたいですね。モデル12を使って、まあ、ね、今後買われる方向けとかのね。そうですね。と、うん、いうね、規定値、動画も実は僕ちょっと作ったりしてるんで、左に回していけば、うん、はい、左、うん、こういうね、動画も作ってるんで、まあ、ちょっと見てもらうと、ミキサーってどういうものなのかっていうのが分かるかなと思いますので、は多分この、ね、PA の基礎知識とか言ってこう、検索してもらうと、はいはいはい。じゃあ、ここもちょっとね、概要欄に貼りましょう。ぜひぜひ、よろしくお願いします、うん。いいですね。ぜひ、よかったら、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい。はい。で、まあ、ミキサーがあったと。じゃあ、次、マイクですね。にあるマイクなんですけど、演劇の方におすすめのマイクっていうのが実はあります。え、そんなマイクあるんですね。そう、それはね、このバウンダリーマイクっていうものになるんですけど。何ですか、それは。あんま、ベーシストの秋吉さんとかでも、ミュージシャンでも意外にあんま見慣れなかったりしません？こういうの。おそらく見たとしても、どう使うのっていうことになりますよね。ですね。これね、こういうトーク番組とかで使ってもらったりとか、非常に何て言うんでしょう、集音性が高い、要は広い範囲も拾ってくれるようなマイクになってるけど、なんで演劇の方におすすめかっていうと、結構演劇とか舞台ので使われることがあるんですよ。っていうのも、これ導入事例ありますかね。なるほど。そう、こんな感じで、舞台のね、マイクパンパンパンってこのマイク置いとくんです。っていうことはピンマイクを使わなくても拾うんだ。そう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 。あ、そういうことか。だからよく聞こえるんだ、舞台とか見に行くと。っていうね、こういうマイクがあるんで、うんうん、まあ今ね、お客さん入れてっていうのは難しいですけど、なんかこう。はい、舞台にこうマイク集音しておいて、まあ、あとスタジオとか稽古場とかでもいいと思うんですけど、うんうんうん、ね、カメラの、まあ、前だったりにこう置いとくとかね、なるほど、しておいて、やっていただければ非常にいいかな。これはめちゃくちゃ本当舞台関係の人はね、おすすめですね。おすすめです。で、これね、値段もね、1本1万5000円みたいな感じで、うん、非常に割とリーズナブルだと思います、ね。やっぱその3つぐらいマイクはまあ仕込んだ方がいいなっていうことですね。そう、いいかな。まあ、そこはね、会場の規模とかにも寄ってくるとは思うんですけど。まあ、3つぐらいあった方がよく拾うっていう、はい、広範囲に拾っていくってことですね。そうですね。なるほど、なるほど。そういうことか。まあ、今この2つで11万9100円ですか、うん。はい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 。でここからさらに、あると便利かなと思うプラスアルファの部分になっていきます。うん、ハンディレコーダーの DR40X。